消化器移植外科の島田でございますこの度あのうちの池本先生が勧める1型糖尿病あるいは膵臓全摘の患者さんに対する再生医療すなわちインシュリン酸性細胞を用いた治療はあの彼のみならずですね我々教室を挙げて行っているプロジェクトでございます。 あの必ずしも1型糖尿病の患者様の皆様あるいは膵臓全摘の患者さんの皆様には朗報になろうかと思いますご協力のほどよろししくお願いします。